スーパーマリオメーカー。今回は、動画作ってて、6分ぐらいで終わっちゃったんで、先にこの全自動マリオをちょっと見させていただいて、ちょっと時間を足させていただこうかなと思います。ヒカルさんたちが作られた全自動マリオですね。なんかすごいっていうのは聞いてて、ちょっとずっと気になってたんで。全自動だけどクリア率が 56% になるの？なんだ？ What's? いいんだよね。お、こんなマリオあるんだ。いいの？これいいんだよね。全自動だよね。おー、すげえ。おー、すげえ。おー、すげえ。おー。おー、帰ってった。戻ってきた。そっか。これみんなあれだな。おー。バネってる。ゼルダだ。三獣士。ゼルダは、結局やんなかったなぁ。お、今日ね、11月27日なんですよね。明日、あれが、モンハンが始まります。お、すげえ。すげえの？なんか、やっぱ音楽あるだけでテンション上がりますよ。なんなんだ？お、すげえ。おぉ。ブランキー。帰ってた。あ、また上がれる。すげえな。ほんとすげえな。おあそこ音符か。あ、すげえ。そうそう、ゴールだな、これ多分。スタート。なんだ？スプラトゥーンか？多分イカだな。やったー。すげえ。多分スプラトゥーンなんだろうな。結局スプラトゥーンやんなかったですね、自分はね。もう少しさ、もう少し早くこの3年縛りから脱却してたら、スプラトゥーンもやってたろうにね。もう今更感があるんですよね、ちょっとね。うん。やってみたいって気持ちはあるけどね。これ行ってみましょう。全自動カービィ。これもずっと気になってたんだよね。かわいいけど、カービィ。おお、カービィだ。どっちも、あ、そっか。カービィって任天堂だって。そういえばそうだよね。スマブラ出てくるもんね。おお、すげえ。絶妙だな。うわ、すげえな、これ。またちょっと違いますよね、全自動だけど。今まで見てきた全自動とちょっと違くない？この、さ、メットの甲羅がすごいいい仕事してるんだけど、こんなんなかったよね、今まで。すげえな。これほんと緻密に計算されてますね。ほら、カービィのさ、アクションが。あ、はまった。え？全自動じゃないの？中間システム。一回殺させてっていうのがあるのね。すげえ。うわぁ、すごいなぁ。これ、メット、すげえ。もうなんか圧巻で喋れないよ。これ、すごいな。そのさぁ、この、ドクロのさ、進むルートがさ、ほら、こうやってなんか、扇形になってたっていうとこもするのね。それ、あるんだね。知らなかったわ。うわー、カービィだった、最後。あ、ちゃんと入っていけるんだ。お、すげー。すげーわー。はい、じゃあ本編入りましょう。ありがとうございました。スーパーマリオメーカー。今回はリスナーさんが送ってくださったコースで遊んでみたいと思います。誰一人、もう一人はクリアしてるのか、一人はクリアされているけど難しいコースみたいです。白が生えました。どういうこと？どういうことだろうね。
パッと見、長くはないのかなーって感じはするけど、鬼畜な感じはしそうだよね。下からバブルが大量に弾けてきそうだから、怖いな。おっと、おっと、ちょ、よし。あのピースイッチ、うわ、しまった。入るんだろうな。うん、入るんじゃないんですね。帰ってきた。ここはアンチじゃない。ああ、踏むな。お、は、は、よし。ああ、しまった。こういつもかわすの忘れちゃうな。乗る。乗る。乗る。はい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 。上に入ってみる。さよなら。ここで耐えれるかな。よし、耐えた。うわー、なんか、スパナが飛んできてた。これは無理だな。どうしたもんかのー。どうせんか。もうこれはもうしょうがない。被弾確保。一気に行く。うわー、返されたー。うわ、入れた。死にそう。取っていいの？取れた。やった。あれ入っていいのか。行きまーす。ここら辺からさすがに無理か。はっ。あはは、しまった、当たっちゃった。これは避難するなー、無理だなー。ちょっと待って。これ倒して、上に退避と。よし。ここは何がある？のこのこか。でもこれであれが調べられるね。嘘！帰ってきて。あ！フラワー見てなかった、バカ。ああ！全部出したね。あ、くそ。ロスだ。パウ間に合え！危ねえ。あ！くそ。どこ壊すかな。ずれてんだよね、うまいことね。やっぱここにあんのかな。よし、行ったぞ。やっと行けたー。これ進んでいいのかな。そういうことか。この高さからでも十分届くだろう。死ぬ死ぬ。落ち着け。なあ。見たら。もうクリアできる。もういける。もういける。見えた。もう見えた。やばいやばいやばい。やばいやばい。死ぬ。こっちに行く。一体でもいいからあいつら倒してくんねえかな。うわ！何回でも出てくるやつ。上から攻撃。え、あ、ああ、神回避。よし、こっから一気に行く。よし！イエース！やったー！やっとクリアできたー！なあ！お疲れ様でしたー！二人目のクリアスになりました。お疲れ様でした。ひぃー！時間かかったー。だいぶ死んだな。前半でだいぶやられました。
あー、いいな、いいコース作るな、この方。好きだわ。あれ、どうするんだっけ、あ、これこれこれ。オッケー。これで登録できるんで。結構ね、似たような感じのいいコース作ってるんで、この方、ちょっと、ちょくちょくやっていきます。ありがとうございました。楽しかったです。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。